それではただいまより、令和4年度第23回市長記者会見を始めさせていただきます。それでは長渕市長、よろしくお願いいたしよまろしす。くお願いします。本日、まず議会を終えてということで、本日、午前中、令和4年第4回市議会が閉会をしました。今回の議会では、エネルギー、食料品価格等の物価高騰対策や新型コロナウイルス感染症に関する補正予算をはじめ、すべての議案に可決をいただきました。堺市の財政状況は引き続き厳しい状況が続いておりますが、今後も新型コロナウイルス感染症や物価高騰の状況を注視をしながら、市民の皆様が安心して暮らしていただけるように、必要に応じて効果的な策を講じたいと考えております。続きまして、本日、新型コロナウイルス感染症の状況、そして堺キッチン伝統産業の活性化について、また、仙北ニュータウンでの公民連携を活用したスマートシティの取り組みについて、案件としてお伝えをいたします。まず、新型コロナウイルス感染症の市内の状況です。毎週お伝えをしているこの状況ですが、1ヶ月間のカレンダーを示しておりまして、それぞれのこの感染者数、市内の新規陽性者数の数字と、その下、オレンジが前週比を上回っているところ、そして白いところが前週比を下回っているという状況です。ご覧いただいて分かるとおり、この2週間、毎日、前週比を上回る新規陽性者数が続いておりまして、しかも連日1.2倍から1.4倍以上という伸び率、増加の幅も大きくなっております。これは6月1日からこの半年間の新規陽性者数の推移です。第7波の時には2200人、1日あたり2200人を超えるような新規陽性者もおられました。その後、第7波が落ち着いて、長い間、おおむね200人から300人、1日あたりの新規陽性者が続いておりましたが、ここに来て拡大傾向を顕著に見せておりまして、現在は1日に700人を超える新規陽性者がおられる日もあります。そして、堺市の指標としてお示しをしている堺シグナルモニタリングです。市内の新規陽性者数10万人あたりと、大阪府全体の10万人あたりの新規陽性者数を比較をしております。現在のところ、大阪府が10万人あたり679人、そして堺市が495人、1週間の平均です。こちらですね、大阪府全体と比べると3割弱少ない状況ではありますが、大阪府としても堺市としても、どちらも増加傾向にあることは間違いありません。そして、年齢構成の割合につきましては、こちらはこれまでとおおむね似通った傾向にありまして、どの年代でも感染しやすい、偏っているという状況ではないと認識をしております。続きまして、陽性率です。オレンジ色の折れ線グラフが、こちらが陽性率です。おおむね25%前後という日が続いておりましたが、現在は直近で1週間平均で36.21%となっておりまして、増加傾向にあります。市民の方の重症者数の推移です。昨日現在で7人の方が重症となっておられます。そして、入院者数です。こちらは昨日現在で507人の方が入院をされておりまして、グラフを見て分かる通り、ここからぐぐっと急拡大、急増という状況にございます。入院、療養されている方、一日も早い回復をお祈りをしております。続きまして、ワクチン接種の状況をお伝えをいたします。オミクロン型対応のワクチン、今、現在対象の方の27.9%が接種を終えられている状況です。オミクロン型対応のワクチンは、
初回接種、1、2回目の接種を終えた方が対象となっておりますが、初回接種、そしてお子様向けのワクチン接種も引き続き実施をしております。今、感染が拡大しつつある時期でもありますので、まだお済みでない方、お早めの接種をご検討いただきたいと思います。今日までの議会の間は、この定例の記者会見はありませんでしたが、その間、12月8日に堺市新型コロナウイルス対策本部会議を開催をしております。次の感染拡大の大きな波に備えるために、医療、療養体制や保健所の体制について確認をしております。そして今、市民の皆様に、もうなくもう今年も残すところあと10日余りとなりましたが、年末年始を安心して過ごすためにということで呼びかけを行っております。冬ですので空気が乾燥しつつ、乾燥した状況が続いています。また部屋を閉め切っていますので、ウイルスが部屋の中で滞留しやすい傾向にありますので、部屋の換気を意識していただきたいと思います。特に普段一緒に暮らしている方でない時がない方がいらっしゃるときは、部屋の換気常に意識をしていただいてですね、感染対策に気をつけていただきたいと思います。そして先ほどお伝えしたワクチン接種、まだの方は年内の接種をご検討いただきたいと思います。また検査キットや解熱鎮痛薬も体調不良に備えて用意をしていただきたいと思います。国が承認したとあえて記載をしているのは、ネット等でよく販売されている検査キットにつきましては研究用とされているものが多くて、これは国が承認したものではありません。ですのでその場合は医療用であるとか一般用とついた国が承認した検査キットをご活用いただきたいと考えております。引き続き市民の皆様の命と健康を守るために堺市としても最善を尽くしたいと考えております。続きまして案件としまして、伝統産業の取り組みについてです。市政運営の大方針、堺市基本計画2025の重点戦略の施策として、伝統産業のブランド力向上を掲げております。そしてその指標 KPI としては、伝統産業会館などにおける年間の売上金額を目標値を設定をしております。本日ご紹介する取り組みが堺キッチンという取り組みでございまして、令和4年今年の2月に新しく立ち上げたブランドです。堺の上質かつ優れた伝統の技を多くの方に知っていただいて、堺の伝統の技で日常の暮らしをより豊かにしていただきたいという思いです。こちらが堺キッチンのロゴマークです。この5月27日から7月29日までを応募期間としまして、第2回堺キッチンセレクション認定商品を決定をいたしました。15商品の応募がありまして、バイヤー等の外部の審査員も交えて審査を行いまして、刃物3品、そして抽選わざらし1品、線香1品、伝統産業の魅力を引き立てともに輝く一品の2品、合計7品を認定をしております。この堺キッチンのために開発されたオリジナル商品もございますし、私も日々愛用している商品もこの中にございます。ぜひ皆様多く使っていただきたいと思いますし、この伝統産業の商品をよりスタイリッシュに皆さんにお使いいただく発信をすることで、伝統産業のブランド化を高めていきたいと考えております。そのための取り組みとしまして、この認定商品ブランドのプロモーションとしてご紹介をさせていただきます。一つ目は代官山、東京の代官山にあります蔦屋書店、私も訪れたことがありますが、大変スタイリッシュな空間でございまして、こちらで認定商品を販売をいたします。実演のプロモーションを兼ねた実演販売も予定をしておりまして、来年2月20日から3月6日までの、ちょっと実際ですけど予定にしておりますので、ぜひ
東京にお住まいの方、関東近郊のお住まいの方は訪れていただきたいと思います。またブランドの世界観、伝統産品の魅力を伝える動画配信も行います。こちらは本日から刃物編を公開をいたしまして、1月中旬には抽選わざらし編、2月中旬には先行編を公開予定としております。先ほどのこの大観山ライフスタイルショップ等で販売とありますの一つお伝えをし忘れておりまして、はい、2月からは全国の伝統工芸品、地場産品を扱うオンラインショップ、リアルジャパンストアで販売を行います。そして3月からは、堺伝承館のオンラインショップでも堺キッチン販売予定となっております。そしてこの3点目、インフルエンサーの皆さんにご協力をいただきまして、インスタグラムを活用した情報発信を行います。普段伝統産業にあまり馴染みがない若い方も多くおられると思いますので、インフルエンサーの皆さんご活躍をいただきながら、公式のホームページに誘導をして、よりこの堺キッチンをはじめ堺の伝統産業品を知っていただきたいと考えております。引き続き堺にはさまざま優れた伝統産業品がございますので、発信を注力をしながらブランド化価値を発信をしていきたいと考えております。はい、続きまして、仙北ニュータウン ×AI オンデマンドバス、コンビ連携を活用したコンビ連携によるスマートシティの取り組みについてです。はい、こちらも堺市基本計画2025の重点戦略の施策として、仙北ニュータウンの新たな価値の向上としております。今若い世代の方の人口が減少しております。仙北ニュータウン高齢化がどんどん進んでおりますが、このままでいくと2025年の推計では 29.5% まで下がる39歳以下の人口割合を、それを下げずにですね、2025年度においても 30.5% を維持するというのが今の目標でございます。はい、今年の6月に仙北スマートシティコンソーシアムという企画、この集まりを立ち上げました。これはこちらに書いてある通り、公民がイコールパートナーでスマートシティを推進していただくと、民間の皆様が中心となってですね、そこに行政も関わりながら共にスマートシティを進めていこうということでございまして、会員数が128の団体、本日現在で128の団体に関わっていただいて、それぞれこの会見でも発表させていただきましたが、活発に行動をしていただいております。今回はこのコンソーシアムで実施をしています5つのワーキンググループのうち、モビリティワーキンググループにおきまして、仙北ニュータウン地域での移動問題の解決、移動課題の解決等に向けて、南海電鉄、南海バスと連携して実施する AI オンデマンドバス実証事業についてご紹介をいたします。はい、こちらが AI オンデマンドバスの説明ですね。はい、期間としましては来年1月10日から3月10日までの2ヶ月間を予定をしております。この予約乗り入れ型の AI オンデマンドバス、南海オンデマンドバスと名打ちまして実施をいたします。利用者の予約状況に応じて AI システムが効率的で最適なルートを決定をして、そして停留所まで迎えに行く仕組みです。範囲としましては、今循環バス路線がない鴨谷台および桃山台のエリア、そして仙北高速鉄道の3つの駅、光明池、戸上北、泉ヶ丘駅を通行エリアと運行エリアとしております。停留所は鴨谷台に約合計で10カ所、桃山台に16カ所、光明池、戸上北、泉ヶ丘駅に1カ所ずつです。それぞれ駅間の移動を除いて、エリア内に設定された停留所から別の停留所まで直接向かうことができます。予約期間は12月27日、予約開始ですね。予約開始は
12月27日からとなっておりますので、ぜひご利用いただきたいと考えております。狭くニュータウンは渋谷駅から55年以上が経過をいたしました。私も子どもの頃住んでおりましたが、その時は若い家族が大変多かった印象がありますが、今は高齢化が進んで、そして仙北丘陵を切り開いて造成された場所ですので、アップダウンも大きいという課題もございます。ですので今回その移動の利便性向上、移動の課題を解決するために民間事業者の皆様とも協力をしながら連携をして地域の課題解決に努めていきたいと考えております。ぜひこのオンデマンドバス、 AI オンデマンドバスを活用いただいて、お気軽に便利に外出をしていただきたいと考えております。引き続き仙北ニュータウン地域でのスマート市の取り組み、民間の皆様と協力しながら進めていきたいと考えております。私からは以上です。それではただいまから質疑に移ります。挙手の上社名を告げていただきまして、ご質問の方をよろしくお願いいたします。ご質問の方ございますでしょうか。日本経済新聞社さん、よろしいですか。毎日新聞さんですか。毎日新聞の榊原です。G7 貿易相会合に合わせた気球の活用なんですけれども、現時点でどのようになってますでしょうか。はい、今ヘリウムガスの入荷待ち、海外から運んできますので待っている状況です。ヘリウムガスが到着次第直ちに準備に関わることができます。以前会見でもお聞きいただいたときには、年内に入ってくるんじゃないかということはありますが、まだ今のところは到着見込みや具体的な日にちが分かっておりません。今担当局とも調整をしておりますが、年内早い時期に年明けですね、年明けの早い時期に到着をすれば1月に準備をして2月中には運行したいと考えております。こちらも目処が立ちましたら、また具体的な日程も含めてお伝えをさせていただきたいと思います。わかりました。すみません、いじめ不登校対策支援室についてなんですけれども、議会の委員会の中でも多少議論あったと思うんですけれども、今後どういう方向性で運用していきたいかという考えありますでしょうか。はい、まずいじめ不登校対策支援室につきましては、この間私自身も7月から開始をしまして、毎週週報ということで対応状況を報告を受けて確認をしています。現在のところ有効に機能していると私自身が認識しております。これまで学校現場であったり教育委員会になかなか解決が難しい事案があったり、もしくは学校との信頼関係がですね、少し損なわれてしまったような状況では、もう事態が硬直化してしまう傾向にありましたが、市長部局で一旦その内容をお聞きをしてですね、そして新しい視点で解決策を見出すことで解決につながった、改善につながった事例もございます。ですので今当初保護者の方からのご相談も多かったんですが、今は生徒、児童生徒本人からのお問い合わせだったり連絡がございますので、今なかなかうまく進んでいるように思っております。で、一方で議会でも今回ご質問いただきましたが、早期解決であったり不登校の未然防止につながるのかどうかというご意見がありました。私自身はやはり児童生徒の皆さんが悩んでいらっしゃること、もしくは保護者の皆さんがお感じになっていらっしゃることを窓口を設けてお伝えいただくことで、いじめの未然防止にもつながると思っていますし、いじめというのは学校においては残念ながら発生しうる問題だとは考えておりますが、もし発生したときにもですね、早急に対応できる、もしくはそのいじめに対して学校現場が対応できていないのであれば、ご連絡いただくことによって、こちらからも干渉することができますので、引き続きこのいじめ対策、いじめ不登校対策支援室の状況を注視しながら、効果的な対策を講じていきたいと考えています。一方でなかなかこう解決に至らない、相談しても相談に乗るだけで
何も具体的なことはしてくれないじゃないかという批判もあると思うんですけれども、まあ、実際訴訟になっているケースもあると思うんですけれども、こういった点についてはどうでしょうか。はい、まずいじめ自体についてはいじめや不登校自体については相談をいただいて、じゃあ直ちに解決できるかというと 100% そうではないものがあると思います。まあ、少なくとも今進行中のいじめについてはすぐにそれをやめさせる、改善に向かわせることは必要だと思いますが、過去の教育委員会や学校の対応に不満を持っていらっしゃる方もおられますし、一方でいじめの問題についても学校内の人間関係等もありますので、ただ今回このいじめ不登校対策支援室を設けたことによってですね、気軽に相談できる環境であったり、少なくともそのままでは放置はしないと、ほったらかしにしないという仕組みが構築をできていますので、おっしゃっていただいた方についてはもっと強力に踏み込んでほしいんだという方もおられるかもしれませんが、そのあたりはやはり学校現場のことを教育委員会と連携もしながら進めております。決して放置はしない、ほったらかしはしないという強い決意で臨んでいますので、効果は発揮できているんじゃないかと考えています。日本経済新聞さん。日経の高田です。坂井キッチンについてお伺いしますが、これ1回目去年やったのとの継続性というのはどういうふうにお考えなんでしょうか。はい、前回実施をして、今もその商品というのをもちろん扱っておりますし、一方でこの令和4年度に関しては、伝統産品の刃物抽選わざらし選考に加えて、坂井伝統産品の魅力を引き立てともに輝く一品というものを募集をしておりますので、魅力を効果的に発信できるラインナップになったかなと思っております。ですので、令和3年度を経て、そして、単年度でなかなか実施が難しい、商品改良や開発、単年度だけでは難しいということもお聞きをしていましたので、今回、商品選定をいたしまして、審査等も経て、常に新しいもの、改善を繰り返しながら、今回、令和年度の選定に至ったということです。ホームページちょっと見たんですけれども、すでに去年の商品は入ってないですよね。今回、第2回の発信ということをお伝えをしていますが、扱いについて担当者は今、状況を伝えてもらえますか。ホームページ、今、更新して、今年度商品も中心に載せるんですけど、去年の商品も載せております。これ大阪産ブランドも同じような形なんですけども、毎年こうやって増えていくことによって、結局ブランドのイメージというのが希薄化されてですね、注目されなくなっていくと。で、今回2回目なんですけども、1回目との連携というかですね、1回目の商品がこうあって、でそれに加えてこれが来たことによってこうなりますよではなくて、完全にこう、当然行政の事業だからと言われてしまえばそれまでなんですけども、途切れている形で、紹介されている形になっているので、その結局坂井キッチンというものは坂井市が認定した商品を紹介するブランドという形になると、おそらく意図している市長が意図していらっしゃる方向にはいかないのではないかと、ちょっと今回2回目の発表のこの様子を拝見して非常にその危惧を持ったんですけども、ブランドの、この後政務の質問もしますけれども、その選挙があるということで来年度の話をするのは難しいかもしれないんですが、当然その行政としては我々もその継続を前提としてお伺いするということで、来年の話になってくるんですけれども、これ継続は坂井キッチンというのはこれからやっぱり定着させていくためには続けたいわけですよね、市長としては。はい、まず今回この新たにブランドを立ち上げていますので、そのブランドの効果検証はしなくてはいけないと考えています。一方で今ご指摘をいただいた初回との今回の継続性というところはよりつながりを持って発信できるようにしたいと考えていますし、私自身もその毎年度毎年度を完全に区切ってですね、新しく発信をするというよりもきちんとその以前行ったものと、そして新しく今回選定したもの、つながりを持つことが必要ですし、もうちょっと大きな視点で見ると、この坂井キッチンだけが盛り上がってもダメでですね、伝統産業のブランド化、魅力の発信全体に大きく寄与してもらわなくてはいけませんので、
はり目標としては、大きな目標は伝統産業の活性化、その中の一つの取り組みが堺キッチンということですので、その方向性をきっちりと見据えながら事業を進めていきたいと思っています。まあ、ちょっと細かくとかもしれませんけれども、来年この蔦屋書店で開かれる展示販売では1回目のものも出てきて、全体としてのイメージをアピールする形になるのか、それとも2回目の今回のものが並ぶのか、どちらなんでしょうか。蔦屋書店での扱い商品について説明をお願いします。今回蔦屋書店では今回選定したものを並べます。ということは、1回目との継続性は蔦屋書店では感じられないということになりますよね。今回にしては新たに選定されたものということですので、今回選定されたもののお披露目ということと、前回の商品の扱いについても整理をしながら行っていくということです。蔦屋書店以外のところでも行っていくということです。立て付けとしては分かりましたけれども、ただ堺キッチンというブランドのありようというのをこう広く、特に代官山でアピールする上で2回目だけ出せば、これが堺キッチンなんだなという認識が当然広がるわけですけどね。それにおいて、その行政の立て付けで1回目と並べられないとかですね、委託業者が違うとかですね、そこら辺は完全にサプライサイドの問題であって、世の中に広く伝統産業の価値を、意味を示したいという意図からは外れるのではないかというのをちょっと指摘したいと思います。はい、ご指摘いただきました、来年2月20日からの実施ですので、堺キッチンがもうこの商品に限定されるのではないと、第1回のものも含めてご案内できるように、販売としてはお披露目なので、第2回のものになるかもしれませんが、例えばパンフレットであったりですね、何かその堺キッチン全体について、コンセプトも含めてご紹介できるようにしたいと思います。わかります。で、もう一つ、オンデマンドバスなんですが、これは、エリア内、カムタイン台、桃山台のエリア内であれば、駅に行き帰りも含めて200円と。で、このエリアを越えて、泉ヶ丘まで、来てもらったり、泉ヶ丘まで行く場合は300円という理解でよろしいんでしょうか。はい。今、この詳しいエリア設定の料金、わかりますかね。今おっしゃっていただいた通りですね、地区内と言いましたら変ですけども、駅、例えば戸川三木田という駅のところから泉ヶ丘の方に行くという場合は300円にさせていただいております。最寄りの駅の方に行く場合は200円という形で設定しております。以上です。エリアを越えるのは泉ヶ丘駅のみということになるんですかね、行き先としては。はい、鴨谷台、桃山台のこのエリアを超える場合も200円になっております。ただ泉ヶ丘の駅に行く、もしくは泉ヶ丘の駅から出る場合だけ300円になります。でも、もう一つ行き先としては、では具体的な行き先としては、ここに空いてある19の行き先に限定されると。そのエリアを超えて、ね、例えば堺市役所前まで行きたいんだけどとかっていうのはダメなんですか。それはないですね。はい、あくまでその今回の設定したエリアの中で移動するというところに今回重きを置いております。あとこの、実証なので多分試算はしていると思うんですけども、待ち時間はどれぐらいに設定をしてらっしゃるんでしょう。明日の朝ねとかね、今日やって明日の朝行きますと意味がないわけで。そうですね、基本的には30分以内にですね、目的地に着くような形で AI 含めてやっておりますので、基本的には、申し込んでから30分以内に、そこの場所につけると、その設定した時間からですね、という形で、今回設定しております。当然乗ってる時間がありますから、それより早くは乗れるということです。その、申し込んでいついつ発信するというところから、30分以内に目的地に着くというところを重視しているというところです。例えば今午後2時半に発注して30分以内に乗れるんですか、それとも30分以内、午後3時に目的地に着くという設定なんですか。ありがとうございます。例えば3時から乗りたい場合はですね、2時半までに予約する、30分前までに予約していただく必要がございます。今2時半ですので、3時から乗る場合は今予約されても、最短で3時からの予約になりまして、そこからバスでおおよそ目的地まで混んでなければ、10分15分ほどでたどり着けるのではないかなと思っております。はい、じゃあ乗りたいと思ったら30分待てばいいと。おっしゃる通りですね。わかりました。はい。他にご質問いかがでしょうか。時事通信さん。大
知事通信の小西です。前回の11月の会見でですね、全国古墳サミットについて今後の展開について来場者の感想を踏まえて総括したいとおっしゃってたと思いますけれども、その後第2回の開催であったり方向性がもし決まっていたら教えてください。はい、現時点ではまだ次回をどうするかというのは決定はしておりません。ただ今回全国に広げたことで、これまで大阪関西と実施をしてきましたが、より日本中のさまざまな取り組みを知ることができました。ですので、今回のこの東北から九州まで関わっていただきましたが、次回どのような打ち出しをすればですね、より百舌鳥古墳群はもちろん日本の古墳文化を発信できることにつながるかを検討したいと考えています。話題変わりましてですね、この間ですね、選管の方で市長選の日程が決まったと思いますが、4月の統一地方選に合わせるのではなく6月に単独実施することを決めたことについての感想をお願いします。はい、これ今もういいんですかね、どうしましょうか。公務として市長としてのご質問ということでよろしいですか。はい、4月ではなく6月になったことの受け止めですね。こちらも選挙管理委員会の判断ですので尊重したいと思います。ただ4月統一選に合わせることによって約1億1000万円の費用が削減できること、そして大幅な投票率の向上が見込める、これはもちろん時期によっても違いますが、2019年を見ると約 9% ほどの違いがありました。その機会を投票率の向上を目指す選挙管理委員会がそこを見逃す判断をされたということは少し不思議な気持ちはしています。あとですね、その後のコメントも直接委員の皆さんと話を私自身がしたわけではないんですが、例えば報道ベースですが、6月までのこの2ヶ月間、選挙が終わってから市長の任期までの期間が空くであるとか、その時に災害が起こった時とかってありますが、任期は6月8日で変わらないんですよね。その間は私が市長ですから、そのようなずれがあったとしても市長として職務を放り出すわけではありませんから、その点については私自身にもお聞きいただけたらもう少し違うお考え持っていただけたんじゃないかなとは思いますね。ただもう決定されたことですので尊重したいと思います。重ねてになるんですけれども、自治体の首長が自身の希望する選挙の日程に合わせるために、任期満了前に辞職するという例は他にあったと思うんですけれども、そういうことはどのように考えられますか。一般論としてどのように考えられているか教えていただければと思います。その時々の判断になるかと思います。自治体によって状況も異なるでしょうし、はい、ただ私自身はやはりその時の任期にどのような仕事をしてですね、自分の中でその振り返りをすることが大事だと思っていますので、その任期というものをやはり一定尊重というかですね、重要視をしていますので、ただ単にその選挙日程のことだけを考えて私自身はそれを短くするようなことは望ましくないんじゃないかなと考えています。他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようですので、これにて市長記者会見を終了いたします。はい、ありがとうございました。